こんばんは。今ね、ちょっと大変なことになりました。これはね、さすがにやらかしました。もうちょ自分の勉強不足を猛省しているところですが、まず現在地はここです。日本の四国の近海、まあ、こういう場所に今来ています。すぐ脇が九州ね。で、まあでもこれだけ陸から離れているとネットとか電波とかね、あまり繋がりにくいわけですよ。で、まあ繋がりにくいんだけれども、前に私はこの九州のですね、この北九州市から、ずっと四国の南側を渡って紀伊半島を渡って、そして、東京に行くという2泊3日の船に乗ったことがありまして、その時はね、割と普通にネット通じたんですよね。全然ネット通じないかなと思ってたらば、全然苦労することはなく、まあ、陸からの電波を拾いながら行くことができました。で、今回もネットは通じてたんですね。あ、なんだ通じるんだと思って、まあ、それでぼーっとそのまんま行っていたんですけれど、まあ、しかしね、だんだんと分かってきまして、まあ、船の中歩いているとね、いろんな人と会います。視聴者の方にも会ったし、それからレストランで相席をした方ともね、お話をするし、この船には何たって小野田さんも乗ってますね。小野田さんの話、なんかみんなの話聞くと、みんな全然携帯電話使えてないらしいんですよ。ネット通じないみたいなことですね。え、いやいや通じますよ。私普通にさっきから私も通じたから、 YouTube の動画見たりとか、 YouTube に動画アップロードしたりとか、もう今日もね普通にやってたわけですよ、船の中から。まあそうすると通信量が1ヶ月 21GB までなんで、それ食っちゃうけれども、まあそれはいいやと思ってね、通信してました。でもみんな全然私以外に使えてる人なんかいなくて、そう使えるんだったらちょっと急いで確認したいことがあるからいいですかなんて言ってね、それで何ですか、ちょっと携帯で調べ物さしてなんて言ってくる人もいたんですね。で、全然お貸ししますよって感じだったんですけれど、それがなんでそうだったのかね、だんだん分かりましたよ。この一つお隣の部屋もですね、視聴者の方がちょうど泊まられてまして、で、上海に着いた先のことをね、ちょっとまあ私のまあ必要なことなんですけれど、上海に着いた後少し一緒に行動することになったんで、上海のことを調べようと思って、で、私の携帯電話使えるから検索しようとして Google の画面開いてね、で、検索入力した。スーさん本当にいいんですか、本当にいいんですか、本当にいいんですか、すごい聞かれるんですよ。で、地図のアプリも開いてね、中国のなんかその地図みたいな路線図があるんですけれど、画像みたいなこうデータ容量の大きいもの読み込もうとしたら、本当にいいんですかって聞かれるんですよ。いや全然いいですよって言って、ね、それでね、開いて、まあ画像の大きなやつね、データをこうバンバン読み込んでたくさん使ったんですけれども、後に気づきましたね。これはね、今海外ローミングというのをしてるんですよ。まず、一般的な話からしますと、海外では海外のまたその電波がね飛んでますよね。で、日本では日本の電波が飛んでて、私は日本の携帯電話会社ソフトバンクとかね、そういうところと契約をしている。で、日本を出て海外に行った場合もスマートフォンは使います。で、海外の、そこで現地で飛んでいる携帯電話会社のやつの、電波を拾って、それでその海外のキャリアから通信すればネット携帯電話などはできるわけですが、それをやるとすごいこうなんていうの、まあ非効率というかね、海外にある使い事になるんで、日本とはまた日本の携帯電話の契約プランは全く逸脱して、海外で、まあ、通信量が、10円、まあ、公衆電話みたいな感覚ですよね。10KB でいくらとかそういうふうにこう決まってて、通信をたくさんすればするほどお金が自分の口座から控えていくという、ことになるわけです。で、私はいつも海外に行くときにそれでやっています。まあ、本当であればね、日本でなんか Wi-Fi とか海外の SIM カードとか契約すれば多分安く済むんだろうけど、よくわかんなくて、まあ別にいいやと。前にタイにね、4泊5日ぐらいで行った時に、1日3000円ずつぐらい使って、5日間で1万5000円ぐらいかかったんですけど、これ1万5000円ってのは多分高いんだと思うんですが、通信、海外でのね、ネット通信に払う額としては。でもまあ別に1万5000円なら払えるしいいわと思ってそのまま払ってたんですよ。で、今回もこれが海外ローミングであることが分かりました。まあなぜこの日本のすぐね、近くなのに海外なのかと思ったんですが、この船は大型客船でして、3000人ぐらいが乗ることができるんですね。で、それぐらいに乗っていると、船内電波みたいなものがあってですね、船に船自身がアンテナになって、海外ローミングの、役割をこう発揮してくれる。だからこの船が、どこかとこうネットこう通信をして、このアンテナを拾って私がネット使えるらしいんですよ。で、それはつまりこの船はイタリアとかにある船なんで、日本のやつじゃないわけですよ。で、今見るとこの左上にね、キャリアが表示されて、いつもここに Y モバイルって出てるんですけれど、今回はですね、テレナマリタイムとかなんかそういうのが書いてあるんですね。で、これは何なんだろうと思って、私も分数のあるんだと思ってね、調べました。あった、これだ、ソフトバンク。私はソフトバンクなんで、海外でソフトバンクの携帯電話が使えるサービスエリアと料金についてご案内しますって書いてあるんですよ。で、海外パケットし放題云々とかあるんですが、今、まあ、通信速度それなりに速くはありませんけど、こう出てきましたね。海外パケットし放題非対応と書いてありまして、データ通信量なんですが、
10KB を超えた場合の料金は 10KB につき50円と書かれています。 10KB につき50円、 10KB につき50円、これ大変なことですよ。だって YouTube のサムネイル1個アップロードするのに 2MB なわけですけど、これって、2000KB ですから 10KB で50円ということは、200×5 で、2MB で1000円ですよ。 YouTube のサムネイル1個アップロードするのに1000円かかってる。私一体今日どれだけデータ使ったんだということで、さっきですね、見ました。でこれがなんかこのグラフの見方は私わからないんですけど、これ曜日なのかな、 710MB っていうのはちょっとわからないんですが、まあ、ともかく、日別で見るとね、これ過去1日なのかなと思うんですが、 YouTube が 1.1GB とかね、こう書いてありまして、まあ、いろんなものでこうデータ食ってるわけですよね。これ全部足してないんですけど、まあ、YouTube が 1.、ちょっと計算してみるか。11.19909、まあこのぐらいでいいか、とりあえずね、もっとこまごましたのもありますけれど、これが私のデータ通信量ですよ。恐るべきことだ。ちょっと計算を。で、計算した結果、これは140万キロバイトになることが分かったんですけど、140万キロバイトね。で、1KB で、失礼、10KB で、50円ということは、1KB 5円ですよね。ですよね。合ってますよね。10KB で、私は140万キロバイト使ったんですよね。140万キロバイトを、1KB で5円なんだから、5円ですよね。700万円？嘘でしょ？私この間違いをしただけで700万も損失したってこと？これ本当なんだとしたら、まぁ、ちょっとショックですけど、まずでも説明しますよ。私もまさか今計算するまで700万も足してるとは思わなかったんですが、計算上そうなりますよね。まぁ、今まではね、海外ローミングっていうのは、やってましたけど、でも基本的に主要な国であれば、それは1日3000円以上はいかないようになってたんです。ちょっと途中にあるんですけど、海外パケットし放題っていうのがあって、まぁ、これをやれば、いくらでもこう通信はできる、通信できるというか、そのつまり3000円以上は金額がいかないというふうになるんだけど、ここでは今見ていただいた通り非対応となってるんですよ。だからもうこれし放題じゃなくて、つまり今し放題ですけど、やった分だけ、通信した分だけお金取られるということですね。で、おかげさまで私はこのようにたっぷりと通信しまして、まあ、どう考えても今計算した限りでは700万円の通信料を請求されるということになるんだそうです。ちょっとさすがにショックが大きい。だって普通のサラリーマンの2年分の収入じゃないですか。まあ普通のサラリーマンの年収がね、350万って計算しなければならない不景気な世の中もどうかとは思うんですが。はぁ、本当なのかね、これ。ちょっとなぁと思うんですけど、ね、Yahoo メールからですね、Y モバイルからメールが届いておりまして、インフォメーションっていうのがあるんですけど、これ大丈夫だな。見せても大丈夫だな。Y モバイルよりご注意、海外パケットの定額サービスが提供されていないエリアです。パケット通信料が重量制となるため高額となる場合がありますのでご注意くださいっていうメールが18時9分にね送られてきてるんですけど、それは14時9分にも来てて、それから11時9分にも来てるんですよ。でそれぐらいかな。だから今日の11時台からずーっと、まあ、3回もこれが送られてきてるんですよね。まずいよ。最終的にですね、実はその船の中でもまあ Wi-Fi があったんですね。で、その船の Wi-Fi に私はそこでお金払って接続して確認したところ、多分日本近海の電波である程度なんとかうまく回ってたんでしょうね。だから本当にその海外ローミングの電波を拾ってしまったのは、ですね、300MB だか何だか忘れましたけど、それぐらいでして、請求額は結局50万円でした。大体50万円。で、それもまたですね、ま、なんかそれ、ま、700万請求受けてると思い込んでいた時だったんですが、船のロビーのところに日本人の方がいたんで聞きに行ったら、いや、僕もね、なんかその電波を、前にうっかり接続してしまって、今、5万円の請求受けてるとかなんですけど、でも実はなんかその船の中の噂で、そういうのってソフトバンクとかだったらば、1回だけなんかタダにしてくれるとか、
あの電話して交渉してみれば、あの本当になんか悪意がないっていうことを向こうも分かってくれれば、あの温情措置みたいなのがあるみたいだから、日本帰ったら聞いてみるといいと思いますよ。そんな心配しなくていいと思いますよ。僕も今あの電話でちょうど聞いてるところなんですよみたいな、その船の人に言われて、あ、そうなんだと思って、それでね結構安心しましたね。で実際結論から言うと、あのその通りになりました。請求額はですね、まあ、確かに50万で1回来て、携帯電話しばらく2週間ぐらい止められたんですけど、もう今では復旧しまして、2980円の請求で済んだのかな。携帯電話を契約するときに、そう説明で海外ローミングが高額になる場合がありますって説明を受けたから、まあ、確かにそういう説明を受けたにもかかわらず、ね、あのちゃんとそういうのを認識していたのに、自分の不注意で700万も請求を受けてしまったんだから、これは払うしかあるまいと思ってたんですけど、でもね、いやよく考えたら700万ってちょっとやっぱ天文学的すぎると思うし、あのそれをあの、ま、ヨドバシカメラで契約したんだと思うんですが、ヨドバシカメラの店頭で、あのこれは高額になる場合がありますので注意してくださいね、一言で済ませていい額ではないと思うんですよね、700万円って。具体的にこれをこういうだけ使ったらこれだけの請求が来る、こういうとんでもない請求の場合があるから十分注意してくださいという説明がなければ、あの高額になる場合がありますとだけ言われても、そんなのは納得できない。まあ、しかもあの、まあ、私は海外でそれをやればあの海外ローミングになるだろうと思ったんですけれど、でも実際には日本近海なんですよね。ただしあの船があの空からまあ電波を受信して、それが船内に共有されていて、扱いとして海外の扱いになった。実際には海外というよりは公海上だし、まあ、8海里を超えると公海ですからね。あの地図ではまあ日本の、それ気づいた時点でね、位置が足摺岬の南60キロとかそのぐらいの場所だったと思うんですけど、まあ確かに陸から60キロも離れてるから陸の電波拾うわけはないなとは思うんですが、まあ、しかしあの海外ローミングというのを一般的にイメージするほどに海外とも、うん、ちょっと言えない、まあ、そういう場所でしたよね。だから最初私はあの払うしかないと思ったのがだんだん強気になってきて、まあ下手にもちろんね電話の時には出るけれども、まあ、これはちゃんとあの申し立てれば いけるだろうと。で、その時にですね、またあの東京の私の知り合いにちょっとこう急いで連絡をして、でこういうことになってんですけどって言ったらば、まあ、私はそこからまだしばらく 船旅を続けなきゃいけなかったんですけど、そっちから先に消費者センターの方に聞いてくれてですね、そしたら結局やっぱりあのそういったものは、まあ、基本的にはあのもうちょっと何らかの措置がなされるのが普通だというほどの中ね、あの悪質なものでなければ。でもしもソフトバンク、まあ、Y モバイルソフトバンク系列なんですけど、まあ、Y モバイルかな、そこに聞いてみて、あのちゃんとした対応が得られなかったならば、その時はもう一度消費者センターを通してやってみるので聞いてください、こっちに連絡くださいというふうに、連絡をもらったそうです。で、まあ、私も自信を持ってですね、まあ大丈夫だろうということで、安心して中国を見て回って帰ってきました。で、東京に帰ってすぐ連絡をしました。しばらく確認をしますのでお待ちくださいと言って1週間かかりましたが、1週間後に、今回は2980円で、この2980円って、まあ、要するにさっき言った3000円のことなんですけれど、前もですね、その船の中で、なんかこう電波を受信してしまった、その船の係員さんはなんか台湾の近海で、台湾ではないんですけど台湾の近海でそれをやってしまったらしいんですね。そういう場合はなんか台湾料金にしてもらったらしいんですよ。で私は日本近海でやったから日本料金でほぼタダになるかなと思ったら、さすがにタダにはならなかったですけど、でもまあまああの本当だったらね、もっとごねればもしかしたら、いやいやこれは海外ローミングって言うけどここ海外って言うんですか、その船の上でそういう風な、電波を受信して海外ローミング扱いで高額の通信料が発生するなんてこと私は聞いてませんよ。だからあのこれはあなたあの私意図しないで利用してしまったんだから、2980円の請求じゃなくてタダにしてくださいよ、私の普通の、通信データモバイルデータ通信の容量だけで済ませてくださいよっていうふうに言えば、もしかしたらその2980円すら払わなくて済んだ可能性もあったんじゃないのかなと私は思うんですが、まあでもうん、あのこれは別にそのぐらいはいいなと思って払うことにしました。まあ大体こんな感じのことの顛末は終わりですけど、あの海外に行くときはやっぱりどういうふうな、その国にその場所の通信の、キャリアというのかな、それは一体どういうふうになっているか、料金体系はどうで、海外パケットし放題っていうらしいんですけれど、3000円を上限とする、料金体系になっているか、あのねなんか3000円を上限とするっていうからなんかこう使ってるとねだんだんこう充足してって3000になるような、イメージなんですけど、実際にはそうじゃなくて、もうやっぱりどこの海外ローミングをやっても基本的にあの普通に
なんかこう何十万とかになるらしいんですよ。1日ちょっとこう携帯電話操作するだけで、そういう非現実的な料金設定なもんで、海外で携帯電話をオンにしてちょっと使うと、もうなんか1分とか2分で速攻3000円になって、そっから行ってみたいな、まあ、そういう感じらしいですね、料金体系を見るとね。まあ、なんであの皆さんも海外に行くときは十分確認をされて、万が一こういうことで意図しない通信なんか他にもあるかもしれませんからね、分かってたのになんか海外ローミング通信しちゃったみたいな、そういう場合はあのまずは相談をしてみるということが大事です。ただあのもちろん当たり前ですけど、あの相談すりゃね、あのいいから積んでガンガン使いまくって、すいません使っちゃったんですけどって電話して、それでうまくいかなかった場合は知りませんよ、車1台分の請求を受けることになるかもしれないですからね。まあこんなところです。正直ね、まあ、この動画出すまではまあ通信料なんてね、まあ、せいぜい10万とか20万とか30万で済むだろうと思ってたんですよ。でもどう計算しても100万円はね、あの絶対に上回ると思うんですよ。なんかこのまあ正直これ見ててもよくわかんないんですけど、あのこっちにねパケット通信料っていうのがありまして、 3GGSM っていうの書いてあるんですけど、もしこれなんだとしたらば、1KB 2円って書いてあります。まあでも 1KB 2円だとしても、700万、割る、5×2 ですから280万円ですよ。まあ700万円よりはマシですけど、280万円も何、今日ここでゴロゴロして YouTube 見ただけで私は紙くずにするのかと思うんですが、この船ね Wi-Fi がついてたんですよ。で、Wi-Fi はなんか3日間だったかな、それで75ドルとかなんかそのぐらいだったと思う。ネット通信お金かかる、まあかかるけどな、あのそんなんだったらまあ別に大して使わないし、まあ結構使ってたみたいですけど、 YouTube の 1GB ってさっきのねあの表示がなんか私がこうミスってないことを祈りますけどね、まあだったらよかったですけど、あの Wi-Fi のねやつにも申し込まないで、申し込めば別にねこの船の中で3日間、7500円ぐらい払えば済んだんですよ。ちょっとなんか誰かに聞いてみたいような気がするんだけど、そうか。いや、まあ大体の場合トラブルっていうのはあの YouTube に出してしまえば、あのそれでトラブルが起こった様子を皆さんが見てくれるので、まあ、正直黒字になっちゃうところがあるんですけど、これはね、よし、うちの通帳ここに今持ってるんですけど、ちょっと見てみるか。700万はね別に出せない金額ではないんですけど、出したくないじゃないですか、なんとかなんないのこれ。いやー、まあまあまあ、別に通帳の、あれは大丈夫ですけど、ちょっと Y モバイルに帰ったら電話してみようかな。今電話するとまた、海外ローミングの通信料がかかるんでね。いや、ショックすぎるな。ちょっと小野田さんに聞いてみようかな。あまりにもショックが大きい。ショックが大きいって言っても、なんかあんま落ち込んでないように見えるかもしれませんけど、あのね、正直なんかこのレベルの金額の損失を出すと、現実味がないんですね。まあ私の口座に入ってる金額も正直現実味がないんで、なんていうんですかね、なんかこう、どこかよその世界にあるものがね、こうなんか目減りしたぐらいにしか思わないんですけど、なんかまあ別に、そんな無くなっても、まあすぐ困るわけじゃないですけどね。でもね、いつも贅沢なんかしてもしょうがない、それよりも将来のことが大事だと思って、コツコツこう貯めておいた、そのお金がですよ、まあそれが、700万円こう一気にドーンとなくなってしまうと。だったらもっとな、700万円こうね、こう、じゃんじゃかじゃんじゃかこう、こう、なんかわかんないですけど、好き放題使って合流する、まあそんなことしても別に面白くないんですけど、でもなんかそういうことに使えばよかったなっていうような気がするんですよね。まあ一方で、そういうね、バカバカお金を使いまくったりとかしないからこそ、まあ、だから、私も、何ね、今回700万円の損失が起こっても、まあ、まあ、しょうがないって言えるわけですけど、こんなことってある？だって別にこれって、私がね、なんかすごい事業をとんでもない失敗したとかじゃなくて、まあ、割と個人的な間違いじゃないですか。ただ、携帯電話の、まあ、海外ローミングっていうね、こう操作、まあ、海外ローミングっていうのは自動的にやると、お金が高くつくんで、普通の人は携帯電話のデフォルト設定では海外ローミングはしないことになってるんですけど、まあでもね、そのスイッチをこう入れて YouTube 見てたばっかりに、まあもしくは YouTube に動画アップロードしたがばっかりに700万円も自分の口座から引かれるって、ちょっと普通の人にとってもとんでもない罠ですよね、これ。へー。まあ実は昨日の0時ぐらいに動画1本出したんですけれど、もしかしたらそれがね、まだ国内の回線を使ってアップロードされていてくれたら、700万の損失じゃなくてそれが100万ぐらいにする。まあ、もう100万とかだったら全然いいですからね、なんとかそれに収まってくれって感じなんですけど、昨日の午前0時から、今日の今の、時間までが、なんだっけ、
1.2GB かな、それぐらいやってるわけなんですけれど、ただまあ昨日だったらね、まだあの例えば横須賀周辺とかだったら、まあ、別にまだあの海外ではないじゃないですか、多分普通に日本の電波拾って通信できているんで、それでその時にそのデータ容量の大きいやつが昨日というか、まあ今日の午前0時とかになって送られていた、それでそれがデータ通信量のこれにカウントされていてくれたらと思うんですけど、もうほんとでも多分ダメだと思うんだよなまああの700万なくなったけど、まあまた稼げばいいやってな、そういうことですからね。別に私のあの今後の支払いがなんかとんでもないことになるわけでもないし、まあ、明日もお金は入ってくるし、明後日も入ってくるし、まああの何億を稼ごうっていうね、あのこう計画を立ててるわけですから、自分の人生の一生のうちの3億円ぐらいをこうね貯金して作っておかなければと思ってるわけですんで、まあ別に3億円のうち700万円なくなったからってどうということはないでしょ。700万を失った人間にしては結構元気だな。現実味がないからです、さっき言ったように。あ、見てくださいこれね、よかった、あの 1.4GB じゃないですか、それを、1000倍するとこれメガバイトになるでしょ、でもう1回1000倍するとキロバイトになるじゃないですか、で10で割って、10GB 単位にしてかける 10GB ごとに5円ですから、70万円、よかった損失は70万円で済みましたね。ああよかった、70万ならいいや、もういやよくないんですけど、70万だってね、あの一生懸命稼いでる70万円ですよ、もうなくなっちゃったら困るんですけど、その70万円あったら何ができたかなっていろいろまあ考えるんですけども、700万円と比べたらもうビビったる金額ですよね。いやよかったこれですんで、まあこの船の企画はね、この私の出した特別損失によってもう完全に、大赤字になりましたけど、まあいいっすわ別に、それでもあの明日からまた頑張ればいいわな。あ、本当にそうなのかな。まあ今から Wi-Fi の申し込みしますけどね、あのツイッターに視聴者へ、本当にあの私は70万円損失を出したんでしょうかってちょっと気になるから聞いてみようと思います。やっぱ気になるけどな。いろいろあってインフォメーションセンターに行く用事があったんですけど、さっきのやっぱ700万だったわ。いやー残念、なんかぬか喜びに終わりましたけどね。ちょっとこれ個人ブログみたいなやつなんで載せられませんけど、一度は乗りたい、700から1000万円台で買える車まとめ、BMW アクティブハイブリッド、これ931万円か、900万円、日産シーマ、756万円。もう、高級車なんですね。このベッドの上とかソファにかけて、ちょっと携帯電話操作してる間に、高級車買ったのか。まあ、あの、なんかこれ、有名なやつあるじゃないですか。なんだかあの、ベンツとタバコのやつ。あなた、タバコ吸いますか？はい、1日何本吸いますか？2箱ぐらいですね。そうですか、吸い始めて何年ですか、何十年ぐらいですね、あそこにベンツがありますね、ありますね、あなたがタバコを吸わなければ あれぐらいは買えたんですよ、あれは私のベンツですというあの有名なね、あのくだりありますけれど、あのタバコを、ね、吸ってる人、あんたこうそんなタバコやめればあの他にもっと金を他のことに使えたんだよって言ってるんですね。いやいや、あれは私のベンツですから別に、いいじゃないですか、まあ、そういうね、結局は金銭感覚の違いだったっていう有名な話ですけど、なんだ、300万とかで売ってんのベンツ、700万とかいろいろ書いてある、新車で何400万とかのベンツもあんのか、安いベンツなら2つ買えるんだそうか、自動車って安いんすね、そんなんで買えるのか。まあ別に私の口座にはまだ別にベンツ何台か買う分ぐらいの金はそれは取ってありますから、まあ海外ローミングしてベンツも買えばいいってことなんでしょうけど、そんな強がり言えないよな、やっぱりショックだよ。まあまあ多分ね、実際にはあのこれこんなこと言ってるけど、まあなんとかしてくれるんじゃないかなって、あのただね、あの内村航平という人がね、あの前なんかその例をツイッターで紹介してもらったんですけど、あの、海外ブラジルで海外ローミングをしてポケモン GO をやったら50万円になったってね、とんでもない請求が来たっていうことなんですが、それはあの3000円にしてもらえたらしいんですよ。50万円が3000円だったんです。それはね、海外のその限界のね、なんですか、こう、1日3000円のプランがあったから、だから、後から、その時は3000円ということにして使っていたというふうに、設定を切り替えてもらったらしい。ただ、この船の場合は、1日3000円のプランの適用外だと書いてあったでしょ？ローミングし放題プラン。だから、結局1日3000円じゃ、
全然聞かない。何か救済してくれればいいけど、まあでもなぁ、海外ローミングがあのお金がかかることだっていうのはもうずっと注意はされてたんですよ。で、注意されてて、あの海外だと大変ですよってこういうふうに Y モバイルからメールも送られてきているのに、あの私はね、まあ海外ローミングだって大したことないでしょ、1日3000円ぐらいになるんでしょみたいな、こう軽く考えてましたんで、その結果今回の事態、まあ、勉強料としては10万円ぐらいで十分なんだけどな、10万だったら動画のネタにもなって回収もできて、むしろ儲かったぐらいだったよ。700万じゃ回収できないな。まあでもね、本当に思うのがこのことは確かにちょっとなんかひどい話のような気がするんですが、でも全然ひどい話じゃないですね。携帯電話を契約するときに私は確かに海外で使うと高額の請求が来るので十分注意してくださいと言われました。まさか700万円も来るとは思いませんでしたが、しかしともかく海外では高額の請求が来るかもしれないから注意するようにと言われました。でも私はその注意を怠って、まあどうせね、あの1日まあ3000円とか、まあ、まあ1万円ぐらいまあ払えばと思ってたんですけど、なんか昔の料金でもですね、あの調べるとこの船の中だけじゃなくて、昔はもう海外でもちょっと 20GB とか使うだけで5万円とかになんかなってたらしいんですね。だからまあそう考えればまあしょうがないだろうというふうに思いますね、本当ね。あの自分が気をつけなかったのは、まあこういう時にね、あのこうなんだ、電話会社に、まあ私も電話相談みたいなのしてみようと思いますが、クレーム言うようじゃやっぱ二流どころかまあ五流なのかなと思います。あの私は確かに契約書に同意するサインをしました。で、今回ここで700万円の私に請求書が来たとしても、そしたら私はもうあのそこはまあ気前よくっていうのはおかしいな。ただ契約通りに向こうに言われた通りの金額をただ支払うだけです。別にここでローミングをすることの料金っていうのを私が事前に調べることだってできたわけだし、船に乗った後でだってね、調べることができたし、それを怠って、なんか海外扱いになってるみたいだなと何も考えずにぼーっとしていた自分に完全に原因があるわけです。まあ、あのこれはね、700万円もこれ使ったら多分相当向こうは利益上げてると思うんで、あの利益率的にはどういう商売なのかちょっとよくわかんないんですけど、でもあの、まあ、一応相談はさせてもらいますが、いやこれはちょっとやっぱあのちょっと何も救済とかできないですね、まあ、すみませんけど、あの分割とかはできますが、あのお支払いはみたいな、 もしねなんかまあ分割なんかこういうことやって分割払いした例はあるらしいんですけど、まあそしたらあのうちのクレジットカードであの一括で払いますんで、まあよろしくお願いしますと、電話相手にね、潔くそこはあの宣言しようと思います。便利ですね。あの携帯電話の料金いくら使ってるかっていうのすぐ確認できるようになってるんですけど、532,426円、50万か、まあ、50万もまあ痛いですけど、とりあえず50万で済んでるならまあ傷はかなり浅いんでね、なんだかんだこうなんでこうなったのかちょっとわからないんですけれど、まあ、ここに50万って出てるならもうそれで間違いないと思うんで、まあ、とにかく助かりましたよこれで。